山田また七山田また七大正6年12月31日は、明治、大正時代の企業家、実業家、政治家、宝田石油の創業者、新潟県出身、越後国三島郡、荒牧村の農家に生まれる。1862年、家に入った強盗に、右手の親指、人差し指を切りつけられ、指先が曲がってしまったため、農家を諦め承認を目指す。 1865年、長岡町の小間物商、竹屋に奉公するようになり、後にその用紙となるが、1879年に、洋歌を離れ、腰郡浦瀬村で水力による面子の宝石工場を営む。1887年、長岡の東部に連なる東山連邦に石油が出る、ことを伝え聞いていたまた七は、新町の製油業者と共に浦瀬村を訪れ露出する。 石油が良質であることを確認し、その事業化に乗り出した。1890年、同時期に東山油田に目をつけ、敷屈を行っていた小坂松五郎が、資本の有利から一足先に事業化を果たしたものの、また七も、植栗淳平らと山本油工会社を起こした。その直後に、長岡石油会社、さらに1891年に、交通屋石油会社、 地獄谷石油会社、1892年には、小坂松五郎らと長岡鉄管株式会社を設立した。長岡市にあった宝田石油本社、そして松田周平から譲り受けた腰群二五郎村秀の工区をもとに、1893年2月に宝田石油株式会社を創設。本社を長岡に置き、また七は社長に就任した。1896年には、 コシ石油と合併し、コシ宝田石油株式会社と社名を変更したが、1899年には宝田石油株式会社に復した。また、1898年には製油所を買収して、製油事業にも進出した。明治30年代初めの石油工業会は、陶器的な零細企業が乱立する一方、アメリカのスタンダード石油などの外資系企業が、 影響力を拡大していた。そのため、1901年、遊説のために長岡を訪れた大隈重信は、石油業者たちを前に、石油会社の合同を提唱した。この提唱に応じてまた七は、中小の石油会社を合併、買収し、1908年までの7年間に四地に渡る大合同を断行した。これによって、宝田石油は、日本石油と並ぶ。 大石油会社に成長した。その一方で、無理がたたって、会社の経営は悪化し、役員の頻繁な交代による、紛争、不祥事が絶えなかった。この間、またしは1906年には、新潟県会議員、1907年3月からは、衆議院議員となり、1911年に、緑地方賞を授与されたが、会社内での実権を徐々に失い、1915年に、 社長の座を橋本慶三郎に譲った。なお、1921年、橋本らによって宝田石油は日本石油と合併している。一戦を退いたまたしは田村文志郎らと霊衆会を設立し、有給3公園の整備に着手したが、その完成を見ずに休止した。ありがとうございます。